ナイスブラザーラモン。ナイスブラザー。オッケー。画質悪い？画質大丈夫？いや、この人狼放送、好きな曲流せるからいいな。ナイス。真ん中からの、上の広告消せないのかこれ。広告消せないんだな。私の声のバランス、画面、その他、いかがでしょう？放送楽しみにしていました。いいね、15とかと。ないとこだな。霊能の字が潰れちゃってる。霊能の字が潰れちゃってる。霊能放送楽しみです。これじゃロアの放送参考に。余ってるスペースどうしようかな。あとあれでしょ、 YouTube の棒読みだよ。途中で必ず切れると言われている YouTube の棒読み。よし、俺ちょっと修行して帰ってきたから。感染この放送は矛盾とか狼見つけたら一斉放送なのか。ニコ生から来ました。こんばんは。ナイス、こんばんは。ちょ待て待て、ちょっと修行するから。さすがです。よし、任せて。ちょっとこれ、俺もオンで覚えてくから。ちょっと修行してきたから。いや、もう楽勝だから。これ、ちょっとあの、解説というか、やはり私、ゲームマスター役をこれからやっていこうと思ってるんで、その目線からね。はい、OK。はい、これで、はい。はい、まず、エマとミカが、ゲーム画面が左横に行ったから右の方が見やすいですね。文字が左から右に読むので、ゲーム画面が左 で、ゲーム画面コード、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー。どうですか、ちょっと麦室に空いてますけど、これでいいですか。この時点で上品の音しか分かりながら思いは気づけたか。そのうち役職も増やしたりするの。役職増やさない。画像テストな。でまずこの9人体制だと占い師がカミングアウト。あとエマミカね、エマミカで、これ、ミカさんが、ミカさんがいい味、いや違う、もうこれもういや、なんなんだよ、矢印、フェイシロで、エマさんが矢印、これをすげえ早くやんねえやんだ。フェイシロ画質の低下の字が見にくい。あ、嘘、もうこれもろしろね。とりあえず俺を、ちょっと俺覚えるあれだから、ちょっとあの、リスナーさんはちょっと知っている前提だよ。で、あの、あれだよ。もう、俺この時点で、
この時点でもどっちか偽物か読んじゃうんですよね。エマが占い師の正体明かしました。まあこれ初心者が混ざるとやっぱりこれね、俺ねやっぱ64で後ろが偽物だと思うんですよね。本物はもう構えていって、で後ろ64だと思うんですよ俺。で、まあ、ここでまずどっちが占い師は一人しかいないんでね、占い師がどっちかっちゅうのをまず見極めるところからまあちょっとその意見を言うところが始まるんですけど、なるほどな、まあ、これちょっと見て解説系だからちょっとあれだよ、リアルタイムをつかずいくよ。でこれでフェイが白もかぶるわな、かぶって、で280秒のところで言うんだよね、一応マナーとして。でこれは俺感染感染の方がいいでしょ。でこの時点でエマ・ミカの順で、まあ俺はちょっとミカの方が怪しいと。上のチャット画面と、ああそれやるか、なるほどね。ということはこれ消す、違うよね、何なんだろうね。ミカは280で言ってる、エマは遅れて280どっちが、誠か考えていってみ。イクダさんは現場面しか客れなかったんで、ね、そうね、いや、客れないんだけど、これ、客るとこうなっちゃうんだけど、何なんだろう、これ何なの、これこのたまにこういうのあって困ってんだよ、キャブってもダメなんだよ、何なんだろう、こういうのどうしたらいいんだろう。あー、グラボのドライバー古いかも。で要するに GTX660 だとできないってこと。あー、 GTX660 だとダメなんだ、これか。オーバーレイが落ちてないんだろうな。おい、追い出された。すいません、追い出されました。下に見てクローとしたらクローもある。何かあるたびにゲーム内では把握しておけよ、科目なんて切られると。早く新パソコンにしてくれ。ちょっと新パソコンね、新パソコン順調だから。なんなんだよもう。感染。これとにかくね、みんな早い。ほんとみんな早い。俺一個不満が。いやほんと早い。はい、行こう。とにかく早い。そこなんだ、俺の最大の障壁は。感染。あれ。ごめんな、たまたまとすぐ枠やろうぜ。はい、モブ G が殺されますね。でまずこの9人パターンを覚えるから。はいよ。ちょ、早い。あれ、これさっきの？え、これさっきのやつ？イック様のご一句とも私すごい興奮します。ミカエマ。あれさっきと違う。さっきと違えじゃねえかよ。さっきのじゃないよ。なんだこれ、流れんだよこれ。デザイン変えてきたな、わら。レンガないと急に村は振動有利だよな。レンガって何？でこれエリック。エリック霊能者。でこれエマは。連続ダート。
あ、連続ガールなしっちゅうあれもあるわけだ。マイク白で、ミカがゲイル白。もうほとんどここら辺はパターン化してるんだよね。でエリックで霊能者が進行を結構やると、でこれマイク・ゲイル・シロ把握してからの進行を頑張るぜ、進行よろしくよろしく、これはみんななるべく喋る感じね。進行ゲイルまとめありがとう、まとめあり、まあ、こうやってコミュニケーションの輪に意地でも入っていくとね、回避か貫通か決めましょう。これだよ、回避貫通。ここがちょっといきなり、え、貫通って役職をね、役職をこう突き抜けて関係なしでいきましょう、ね、回避はそうはやめましょうね。グレが4、まあ、要するに9人いて、マイクが白、ゲイルが白、エマ、ミカ占いで、エリックが霊能者だが、霊能者9人中、つまり指定されて狩人だった場合無言で釣られる回避はよ、つまりこれちょっと待って、まあつまり今これいわゆるグレーの人たちはジェシカ、ショーン、クリス、トーマスが、グレーですね。でグレランっていうのはもう構わずこの4人ね、このショーン、クリス、ジェシカ、トーマスをもうランダムで殺そうという今この4人に候補が挙げられちゃってるわけですよね。さらにここでちょっと喋らないとちょっと釣られる可能性が高いと。グレ読んだから、で僕ねちょっと分かった、超初心者フィクサーが分かったことは、じゃあただの市民になったとするじゃないですか。ただの市民で死ぬのはゴミだね。俺がこの前結構やっちゃってたけど、テンパって、いや僕市民ですとか言うのはゴミだね。もうほんと市民の足引っ張ってるってのはそういうことだね。あ、辞書登録してよ、みんな辞書登録してんのかな、打つの早いよ。貫通回避、この回避、じゃあ回避っていうのは何だろう、え、貫通にする、これ回避ってどうやってやんの、ようやく分かったか、自分が鬼であると。そう、いや俺もう貫通の意味が分かんないんだけど、まあそうだよね。だからその本物の狩人を、本物の狩人が殺されたら不利になるから、何にもないやつはいわゆる捨て身で盾になるのが一番賢いんだよな。この世はでっかい宝島、人狼ジャッジメント。回避ってどうやってやるの、まあエリックに従うよとね、どっちでもいい。カリウドがカミングアウトしても、なるほどね。ドラゴンボールの話はしない、わら、ドラゴンっていうのは指定された人がカリウドだったらこする感じは何も言わず釣られる。回避っていうのは指定された人が、指定された人が狩人だったら、あ、じゃあもうこれこのもうお前釣るわってなったら、ちょっと待ってくれ、俺か実は狩人なんだっていうことね。え、そしたらでも狩人ってバレたらダメじゃん。人狼は役職越して逃げたいからね。 ねえ、だって狩人はだ要するに狩人がバレそうになったら、本当の狩人がバレそうになったら、市民はあれでしょ、もう市民はもうピッコロさんでしょ。だからこうナッパがオラーってやってきたのをピッコロさんのようにこうガードに入るのがもう市民の最高の見せ場でしょ。ご飯くん生かさなきゃダメでしょ。自分負けてないけど、あ、こう貫通な、あ、オッケー、やっぱ感染モード、グレーは貫通把握で、これさ、いやこれあんまり言いたくねえけどさ、初心者村ってもうほぼ同じことやってますよ。お久しぶりですがチーズ、その場所はいちょっとチーズくんはなんとなく NG、また1週間後な。チーズくんあんま好きじゃないから、市民が気づけるような狩人なんて人格に問題があるからチーズくんは。タカゴディスってくるやつ NG。 貫通は狩人で何も言わずに読んでばいいんだよ。
おいちょおいおいちょおいおい終わっちゃったよ。おちょまだおい。あ、これグレランでトーマスが死んだ。なんでトーマスが死んだかみてえな。なんで死んじゃったの？早い。アニメーションは単純だからね。もっと役職を追い方が面白いよ。早い早い早い。うん。落ち着け落ち着け。早く早く、グレー貫通ね。で、なんでトーマスが殺されたか。これ見よう。なんでトーマスが殺されちゃったのか。ね、別にトーマス変なこと言ってないでしょ？ OK です。エリック OK。ここで殺されるやつのパターンをね。まあ、確かに変なやつ。みんな、やっぱりみんなインターネットで健全に遊びたいっていうのがあるから、変なやつは、ね、同じ確率だったら変なやつが殺されるんだよ。これでこれ人狼に殺される。ここ変なの出ねえだろうな。おい上、これ消せねえのにいきなりおっぱい入れたりしねえだろうな。やめろよ。展開早いんだよ。話でついていけないエリック OK かな。じゃあエリックはね、これで、はい、雑殴りっていうのはもう適当でね。ここでいいから拾って言ったゲームが噛まれた意味はわかるな。ここでそうそう、ミカが白って言われたゲイルが噛まれた。そうなんだよ、そうなんだよな。ミカがゲイルな。ここでミカがゲイル白って言ったわけだよな。そしたら、人狼は、ミカが、本物の占い師であるって信じてるってことだな。そういうことだな。ということは、エマが、偽物じゃねえかと。こういうことだな。エマが偽物じゃねえか。で、ここ。で、これ、ちょっと待って。ゲイル。噛まれる。マイクは狼でしょ。ね、これ噛まれるということは、こいつらが狼かにってのもある。人狼かってなる。このラインで、ここでもうここで一応決めたら疑ってチャットを見るわけだよな。ここでチャットを見るわけだよ。これ基本パターンだな。で、ここで大事なのはエリックだよ。ね。エリックが次来てんのか。ね、エリック頑張れ。顔釣りトーマス。顔やないよ。はい。で、ここでトーマスが殺される。トーマス殺されて、ゲイル襲撃。はい。おはよう、おはよう。おはよう、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 おはよう。ね、こいちゃん、ちょっと。ただゲイル殺されてもちゃんと挨拶するマナイ。これおはよう、おはよう。墓場ですね。墓場って暇だよな。でこれマイク人狼なら見かかりそうな気もするけど、これベグっていうかベグでしょ。これベグっていうのは覚えたんだよ。ベグっていうのはベーグルね。ベーグル。一応完全見るときは墓場でネタバレしないのもマナーだよ。ベーグル。これベーグルはもう両方とも殺すわけですよね。でこれエリックで、エリックはちょっと早く誰ちょっと言わないと。じゃエリック霊能結果発表きた。でん霊能伏せ黒。あ黒え、誰が黒？トーマスが。これ霊能が見たのはあれだよね。霊能が見たのはこれトーマスを見て、トーマスが黒ということは、トーマス黒、これは村勝です。ベーグルってプレイヤーが誠だろうが狂人だろうが噛むのがプレイスタイルだったらしい。トーマス人狼。はい、トーマス黒。これはもう超有利じゃん。めちゃめちゃ初歩的なこと聞いていいですか、皆さん。
あのめちゃめちゃ初歩的なこと聞きたいんですけど、あの狂人は村人じゃないですか、狂人村人じゃないですかね。狂人村人に残り、人狼に残り、これ継続だよね。で狂人と村人が2人残って、で人狼が2人残ったらまだ継続だよね。狂人が生きてたら村3人狼2っていう感じだよね。でこん時に訪れる価値格プレイがパワープレイだよね。どうす、つまり狂人1市民1人狼2だったらこれ人狼勝ちだよね。狂人は人狼サイドの票にはならないですよね。もうこれ基本中の基本だよね。で俺が聞きたかったのはそのパワープレイってやつが、要するに市民が2で狂人がいて人狼がね、もうその場でだったら勝ち確パワープレイでしょ。はい、人狼カミングアウト、人狼カミングアウトね、狂人カミングアウトってして、で狂人カミングアウトしなかった2人を殺して終わりですよね。その2人のどっちかを噛んで終わりですよね。あ、違う、ダメか。狂人狼が人狼側につくときニップ成立。そうやな。あれでもそれ先に狼吊るされね、先に狼吊るされない。狂人は誰が人狼か推理しないといけないからな。まあそうだよな。まあつまりあれだ、え、いつ確定でわかるんだ、二人のどちらか吊って終わり。それ誰がわかるの、それ誰が最初に、おや、これは全員生き残ってるぞって。村は人狼、黒川さん狼だろ。だから人狼同士はお互い生き残ってるの分かるじゃん。こいつが狂人だって確信できるパターンなんてあんの。え、村は2、黒3、いや黒が3ってことありえないでしょ。あ、違う違う、オッケーオッケー、投票の時ね。だから人狼サイドはこのスタイルで言ったら絶対あのもう2か1しかないもんね。人狼は2人いるか1人いるか負けてゲームオーバーかしかないから、例えばエマがマイクしろって言うだろ、マイク狼だったら狂人。ああ、やっぱりパワープレイで決まることって多いんでしょ。ああなるほどね。あ、こいつはもうあれと。じゃあ結構みんな一貫しないと難しいよね。で俺さ、アルティメット人狼って見たんだよ。複雑すぎね。いや初心者がまだ手出していい領域じゃねえと思ったけどさ、アルティメット人狼俺見たやつ13人とか、なんかホリエモンとか椿彩菜さんが出たんだけど、あの複雑すぎね。あれ有名人がやってやってるからいいけど、もうなんかみんなでああだこうだとか言ってもう複雑すぎね。9人でよくね。アルティメットはお前で無理だ。いやもう無理だよな、複雑すぎるしよ。でも整理すんのだけ大変じゃん。上級者から見たら失笑レベルただの見せ物だよ。あ、そう、初期設定でお腹いっぱい。なるほどね、まあ、あれはだ有名人のパフォーマンス系か。まああれでもあれだもんな、ちょっとVIPな人呼んじゃうとあんまりな、あんまりフェアじゃねえなと思うな。ビップな人呼んじゃうと最初の方殺せねえもんな。なるほどね。9人村なんか鼻こじりながら勝てるようになってからがスタートライン。なるほどね。もうちょっと1人ミスったらもう勝ちみたいな感じね。もう1人なんかちょっと矛盾したりとか初心者的な。部屋だとアルティメットルーム部屋あるよ。あ、そう。俺これドラクエにさ結構あのエンターテイメント型で輸入しようと思うんだけど、どう、人狼
で、こんなにもう、てれん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 って展開じゃなくて。堀井さん初日釣りや、ほんと。あ、クソみたいな人狼プレイの人やん、無理。案内がやってくれる。なるほどね。いや、とにかくみんな早いよな。ドラクエ側の人狼アレルギーやべえから。いや、もう人狼アレルギー確かに昔だったけど、今はほどほどによくね。もう今はもう一巡して、また自分たちで、なんか自分たちでゲーム考えて楽しいぐらいで許される温度になってね、今。俺なんてレベル上げしてねえもん、ドラクエ。ついに。ドラクエ歴、もう5年。ドラクエ歴5年10ヶ月。俺ついにレベル上げしてねえもん、今。みんな100だよ。あの、60時間もレギュラーラッツを戦った俺が。なるほどね。これごめん。これは結果動向じゃなくて、あの、これは、なんで俺が、なんでこれこういうこと確認してんのとか、そういうの教えてね。グレランっていうのはグレーランダムね。グレランからの、なるほど。え、時間延長。これ、なるほどね。これみんな墓場の人はこうやってチャットしてるわけね。これさ、延長は、誰が延長希望したってわかるんだっけ？これ延長ってこれ、何？あの、誰々が延長希望ってわかるの？それともわからないの？これ。設定次第。ああ。わからない方がいいよね。だってこいつ延長希望してねえってことは、さっさと進めてんだなとか読まれちゃうじゃん。あ、そう。雑殴り。これ雑殴りっていうのはもう適当でしょ？適当におらでしょ？わからない方がいいね。まあ、俺怪しいかな。テクニックで炙りってのがあってな。で、ここでグレーランダムだけど、これで、ショーンが怪しいって言われて、これ推しっていうのは吊るすぞってことでしょ、これ。あ、そう。これはもう吊るすぞっていうことでしょ。で、まあ俺怪しいかなっていう人は、これは市民の可能性高いよね。これ別にまあ釣られてもしょうがねえなってなってる人は、まあ、カリウドとかじゃないってことだね。いや、俺もちょっとツイッター書いて恥ずかしいと思ったのは、俺、ナイスプレイ、ファインプレイを GJ って言うと思ったら、あの、カリウドが守ることを GJ って言うんだね。カリウドが守ること、あと、占いがよく占いこと GJ っていうのね。全般的なナイスプレイって意味じゃないんだね。うん、俺、ちょっとツイッターではちょっとナイスプレイって意味だったの。これな。これ、まあ、ショーン釣られるだろ。俺も怪しい発言あるし、これ、ショーンが。カリウドぶっ飛ぶの役だからね。え、っていうかさ、狂人は、いや、狂人は釣られてもいいんでしょ、まあ、ぶっちゃけ。狂人は釣られても村人が死ぬわけじゃん。人狼を守るためだったら狂人は死んでもいいわけでしょ。だから別にあの、生存表的には狂人は邪魔だもんね。そうだな。狂人は釣られてもいいけど、正体はバレちゃいけない。ああ、そこだよな。もちろん、狂人は人狼に縄がいかないようにするためなら釣られていい。そうだよな。そこだよな。じゃあ、ある種人狼のパラディンだからな。重いんだけど。俺ちょっと、ちょっと新しいパソコン来る前ダメかも。重い。このノックスが重い。マジで重い。どうでもいいけど、みんなさ、好きなんだね、人狼。いや、俺、人狼列がこんなにみんな熱いと思わなかったわ。で、ここで俺は、こういうの来ると、ショーンが、こう、市民だと思うんだ。前にも言ったけど、設定で使用後は増やした。人狼で飯食ってます。え、
人狼で飯食ってんの。マジで。使用コアって何？まあまだ余裕あるし俺でいいよ。このもう俺つる、この俺を吊るしてもいいよっていうこの立ち振る舞いっていうのは、まあなんかなんだろう、なんか狂人っぽいよな。こういうやつが狼なんだよ。あ、こういうやつだな。もう一方の狼を守る。まあどっちかというとショーン、これもう俺に恋や的な感じだもんね。うまい人狼あるぞ。クリスも見た感じあんまり。ただこれさ、大事なのはさ、いやこれ大事なのは、これさ大事なのはさ、釣られるっていう流れから遺言的なやつ大事だよね。もう今日投票入っちゃうんだなって確定した後にジタバタするんじゃなくて、残った味方へのちょっとファインプレーのこのチャットが打てるかどうかで、うまい下手のちょっとレベル分かるよな。ジタバタじゃなくて、まあまあ俺も、まあ俺もああだけ、俺も、まあ俺も怪しいってなったら、狩りのこれは、まあ俺はおかしいと思ったけどな、みたいな、さらっと言うのが大事やな。やっぱりこれね、いや俺もじっくりチャット見ていけば、矛盾とか見て、こいつはこれ怪しいなっていうのは、わかるんだけど、結局ね、これ、いや、この速度って結局発信の慣れなんだよ。結局、パパッと思ったことを表現、ね。で、みんなにこう、与える印象の表現力。これがやっぱり中級者なんだよな。初心者はもう言いたいこととかいろいろあるんだけど、展開早すぎて、みたいな感じで、なんかもう寡黙だって言われて殺されるパターンが多いんだよ。見てるとやっぱ早いもんな。やっぱり100戦ぐらいやんないと慣れないんだって。で、これはショーンが殺されるわけ。あの電動機は複雑だった。設定の高級設定になります。あ、ほんと。ごめんね、からの、これでショーンが全員殺される。これでショーンが何か気になるよな。あ、200いいねくらいからね。これで、なるほどね。これでショーン。おぉ。演技は間違えてでもいいから、推理した方がいい。寡黙なやつは村でも残したくない。ねえ。まあ、とにかく、外れでもいいから推理なんだよな。当てずっぽうでもいいから、何？要するにあれでしょ？わかったの。考えて、この心理ね。要するに、推理しないということは、狼知ってるから推理しないって思われちゃうんだよね。人狼は初めから、自分と相方の人狼分かってるから、推理を積極的にしないイコール、正体を知ってるからっていうふうに、取られちゃって、それでやられちゃうんだよね。要するに、嘘でもとりあえず、人狼以外を疑うっちゅう。速報、クワさんにこのまま著作権違反で番。あ、そうな。占いまとめとかで村公園アピールとこ。著作権、ちくわさん著作権の違反とかしなくね。なるほどね。これショーンが狼かどうか気になるな。じゃこのパターンだよね。人狼やってて思ったけど、まあちゃんと見せる、推理するし、嘘がバレないようにしようと我慢。人狼は初心者、村に有益な情報を流さないと言ってても仕方ないからな。そうなんだよ。だからこれ、だから死にたくねえとか、そういう、死にたくねえとか、そういう浅いことを考えながらやってると、これダメだよな。なんか最後まで残って目立ちてえとか、そういう精神は、まあ、ディフェンダーが、俺にパス回し点数取らしてくれって言って、同じだもんな。やっぱ基本的に点取んなきゃいけねえのは占い師だもんな。占い師が残ってストライカーだもんな。なるほどね。いや、人狼っちゅうものはかなり把握できたけど、とにかく早い。とにかく早い。この人たち携帯で撃ってんでしょ？携帯でバババって撃ってんでしょ？だってリアル恐怖。
リアル強靭ってのがよくわかんないんだけど、パワープレイを防ぐ。スカイプ人狼やってみなよ。パソコンで入力もあるけどな。パソコンすぐ入力できるんだよな。これしかしこれ一千何分だよこれ。ちょっと待って、ちょっと追っていくよ。なるほどね。これ皆さんやるとき一日何回ぐらいやんのこれ。一日何千やんの。とりあえず朝起きて一戦いっとくかみたいな感じなんでしょ。人の発言、いや俺こうやってちょっと読んで分析するのが好きなんだよな。墓はこれ、いやみんな好きなんだな。いや人狼これがいいと思ったわ。いやみんな人狼愛してるじゃん。え1日6000、え30戦もやんの。昼休みに1戦、え君30戦もやんの。君大丈夫。これエマが死ぬ、これ5日目でもつれ込んだらきついよな。なるほどね。でも変な話さ、こういうこと言っちゃ元も子もないけど、ちょっとギャンブルだよね、最後の方は。もうみんな基本的にミスしなかったら最後ちょっとギャンブルっぽくなるよね。なんかあんまりこう心理戦をやってる時間がないよね。いやどうでもいいけど、ちょっとあの今日結構俺今日一日テレビ見てたんだけど、事務所とかで、あのめちゃめちゃ政治ショーだったな。めちゃめちゃアメリカと北朝鮮、めちゃめちゃ政治ショーだったな。なんか地球やばいな、あんなんにみんな踊らされてやばいな地球。俺あんまり政治の話とかしたくねえけど、あれで日本に支援しろとか言われたらマジムカつくな。今のホワイトハウスがそういう方針だもん。めちゃめちゃ政治ショーだし、なんかちょっと薄っぺらい政治ショーだったな本当。あ、これ追いついちゃった。もう追いついた。トランプ大統領にした参謀がすげえよ。トランプと金融は嘘をついてる確認しよう。サッカー見てくるわ。サッカーね。これまだ戦ってんだ。生存さん、エリックが霊能者。基本的に何、霊能者っていうのは残されやすい。だこれマイクかクリスが、ちょっと待って。マイクかクリスどっちが人狼か俺読むよ。マイククリスどっちが人狼か読むよ。感染フィルター、マイクだろうが。霊媒は進行役になることが多いから残る。初日霊夢かれたの忘れたのか。占い信じついていないと神様は確定しろの霊能を守る傾向がある。それを知ってて狼も霊能はすぐに噛まない。マイク狼陣営だろ。初日メールが噛まれ、ミカも噛まれてる。わかるか。ねえ、でこれエマは占われて、クリス、まあこれエマ強靭だな。
エマ狂人からのマイク人狼、それでもう一人人狼がトーマスね。ショーンからのテイルとイカが噛まれてる。狼側には未だ偽物ってわかったんだよ。ってことはマイクが捨てたトリックんだよ。おっしゃる通りだな。小学4年生のドリルレベルの話だなこれ。なるほどね。いやこんなエリックとクリスがマイクつって終わりじゃん。エマの発言見るか。エマの発言、それを村に納得させられるのかお前のトークで。エマ残ってるやつ、これ市民、これ市民勝ちだろ、これ、これ市民勝ちだろ。そうなんだけど先行のエリックがしっかりしてないとここでブレッブレになる。マイクかな。マイク狼でやられて市民サイド勝ちだな。マイクが人狼、最後の最後のマイクが、これマイク処刑。なんでこっち殺しちゃうの。なんでこっち殺しちゃうの。人狼勝ちじゃん。なんでここでクリス殺しちゃうの。ほら、なんでなんで。これ人狼の勝ちだろ。進行がちゃんとしてないとこうなる。市民じゃんマイク。なんで。なんでなんで。なんでなんで。なんでなんで。もうこういうのがわかんねえよ。なんでなんで。おいおい、1日30回間違ってんじゃねえかよ。おいおいマイクって言ったやつ、笑。おいお前、おい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 お前、はい、ちょっと垂らすぞお前。お前フィクサー15いいね。お前マイク30回やってんだろお前。マイク30回やって、ほう進行勉強の時お前人狼歴10年のプロ人狼プレイヤーの私が来たで、私が来たでからの、おいおいおい、お前なんか違う人狼になってきた。このベテランを気取ったやつを吊るすっていう、おい確かに俺もマイクだと思った。ちょ、なんでなんでなんで、なんでなんで、わらわら、やめてあげて。いや、マジマジ。もやってるただのアホ、わら。どういうこと、どういうこと、ちょ、どういうこと。ちょ、待て、読めねえよ。その人はお金だよ。ビクターを騙してるだけ。マジで。人狼するんだろ。これなんで人狼ゲームはすでに行われてるんだよ。役職見せて。マジで。ちょっと役職見よう。マイク、ちょっと。ちょ、おい、おかしいなことになっとるな。おかしなこと。じゃエマはどうなってんのこれ。エマは小池騙された小池の向け。じゃエマはどうなって。エマ占い、おい本物じゃねえか。おいおい、エマ本物でマイク白じゃねえかよ。こんにちは。でミカ狂人だ。ちょ人狼歴10年、初心者村はセオリーとリーカレーンだよ。マジで。ちょミカ狂人でゲイル白だし、ミカが偽物じゃ。ミカがもうここだよな。いや、ここでもう完全にあれだろ、かまいたちの夜で言ったら、もうもう推理間違っちゃってるだろ、もう。もうやばいだろ、かやまのおっちゃん疑っちゃってるだろ。もうやばいだろ。もうかやまさんしかいないっつって。で、かやまさん地下室閉じ込めちゃってるよな。マジかよ。結構面白いな。
いや結構面白いけどこれついていくの大変だなこれ。結構面白いな。オオカミさん、ゲームに未可完全だぞ。なるほどね。ちょ待って、ちょっとあの霊能の立ち回り見るわ。初心者村は操作手間取ったりなんとなくっていうの多いから、わら、オオカミちゃんと見せて。ちょ待って、ちょこの霊能、この霊能の人の立ち回り、まずカミングアウトだ。霊能カミングアウトで白を聞いて進行しますと、で貫通か回避、もう回避、まあ、要するに回避っていうのは狩人とか名乗り出たらやめましょうね。狩人貫通だから狩人は名乗り出てもあのやりますから名乗り出ないでくださいっていう確認ね。でこれ貫通でいくと、なるほど、本指定30ってなんだ。トーマス、まあ、とりあえずエリックはここでちゃんと一応グレーの中からトーマスと、でトーマスごめんねと、こんばんは、まあそんなにそんなで、これトーマスが実際人狼だよ。じゃあこれはもうあれだ、最初の山間が当たっちゃってんだ。そんなに情報ない中でグレーの中からたまたまトーマス打ち抜いちゃってんだ。これは人狼サイドついてないよね。なんか上手い下手の前にもちょっとここでトーマス射抜かれてちょっとついてねえって話だな。これカリウドで、これカリウドはどっち守んの。おー、これでもカリウドは基本的に占い師守りいくんでしょ。今回ゲイルがカリウド結構早めに死んじゃってるじゃん。まあ、基本的に怪しくねえと思った方の占い師守りでしょ。ナイス。ちょっと今いろいろこの役職ごとのこうね立ち回りのチャットから見る立ち回り、たまたま観戦モードね。いやこの知らねえ人もなこんなんで見られてると思わないだろうな。280ジェシカ確定しろね。霊能結果、これがトーマス噛んだらトーマスが黒だった。この時点で有利だな、市民有利。初日で連れてラッキー、はい。こっからちょっと重いな、ちょっと本当にもう。相手生徒ためてる人を守ってる狙いだったり、そこはセンス。なるほどね。初日囲いは可能性低い。まあ結構このちょっと。いや、このなんちゅうのかな、このよ、まあ、俺の中で別にディスるわけじゃねえけど、違ったらごめんねとか、ね、村人ならごめんねとか、いらねえよな、そういうの。そういうのいらねえんだよ。そういうのは失敗するとワンマンプレイで最悪、村は。そういうのいらねえんだよ。俺はもうこいつだっつって。ね、もう今日は俺は勘がさえてる。俺が直感で決まったらこいつに違いないぐらいの強い意志が。パソコン買った、答え人物トーマスでした。パソコン買った。ちょっとごめん、ちょっといろいろやってたらこうなった。いろいろやったこうなった。いろいろ教えてくれてありがとう。あ、タカゴに言っちゃいけねえ、って言われたの。基本的に皆さんに教えてもらったあのまあれで買った。いや、あのだからモニターとかいろいろ。これスマホ接続してやってるんですか。これノックス。福さん役職なんだったんです。いや俺ちょ感染。まあ、基本的に霊能殺されねえのか。いや俺はまだ本番入んの早いな。いやでもさ、人狼ってさ、リアルで、いや人狼オフ会とか多分多いべ。リアルで顔合わせてコミュニケーションしてやる遊びとしては人狼すごくいいよな。いや俺は正直あのまあ最低限ルール覚えたいけど、俺はGM やりたいのよ。ね、GM やりたいから、この、
あと何秒ですとか、あと何秒で再締め切りとか、そういうのやりたい。だフィクコロと一緒、フィクコロと一緒、コロシアもあんまりできなくても進行で間違えなきゃいい。用語と確約色の動き方、ここは必須だよな。この辺でシリン増やしてみれば。なるほどね。テーブルトーク RPG。 なるほどね。ちょドラテンでやるときちょっとみんな協力してよ。ちゃんとあのちゃんと219の3を人狼仕様に変えるから、人狼部屋作ってね、椅子9個椅子10個置いてやるから、椅子10個置いて、であの投票は隠した方がいいの、誰が誰に入れてるとかそういう投票は隠した方がいいの。そういうリアル身内でやるような人狼アプリあるだろ。あ、そう、人狼するなら参加させていただきたいですね。いやちょっとあれだよ、ちょっとあのカジノフィクサーで今輸入しようと思ってて。ナイスこんばんは。いや輸入しようと思ってんだよ。当たり前じゃん。アンジー、俺最近ちょっと俺たまに一サバ遊び行くんだけど、俺アンジーに昨日からアンジー超強いんだよ。アンジー3頭以内にゾロが出る。昨日ダイス超負けたわ。ガグ言わねえけど、人狼ジャッジメントでやるのは間違いだと思う。いやマジ俺最近俺ダイス超負けてんだけど、一サバダイスもうゴールド使うことなすぎて一サバ行くんだけど、高額やってるやつもいねえから、めちゃめちゃ負けたわダイス。ドラクエ打ち陣のお楽しみにしています。登場見えると身内切りで面白くなったりするよ。あ、そう、へえ。じゃあ投票は見えていいわけね。え、ドラクエで人狼できると思います、こプロたち。夜中枠でもそのちょっとあのシステム作り、あのゲームやんじゃなくてシステム作りやろうと思うんだけど、ドラクエ多分登場は見えた方が情報増えるし、占い師の占い方針にもなるし、見えた方が楽しい。ドラクエでできるよな、ルームで。だからゲームマスターが、ドア主催でも一般人主催でも人狼したことある。あ、マジで？できるけどチャットミスしたらやり直し。そうだよな。あれでしょ、だからゲームマスターが人狼2人に教えて、フレンド交換がなんかしてもらって、そこはチャットフレンドでしてもらうんでしょ。だ俺ちゃんとした GM になりたいんだよ。で俺 GM の修行したいんだけど、どうしたらいい、そこ教えてくんない。いや俺このプレイとか駆け引きじゃなくて、俺解説と解説スキル10段階で 8GM スキル9ぐらいいきたいんだよ。プレイヤースキル読んでもいいや、プレイヤー読んでもいいから、そのスキル GM スキルと解説スキル、これもともと俺の適性だと思うんだよ。いやちょっともうプレイヤーこれちょっと速度が追いつかない。完成チャット人狼の村、誰か G、 それかあれか、慣れて、それか慣れてるやつに最初頼めばいいのか、ロアとか。ロア好感度低いからな。こんばんは。いやどうでもいいけどよ、どうでもいいけど、俺があのシャレで2時間だけやっただろ、あのアンケート、あんなシャレじゃん、向きになんだよあんなんだよ。あんなフィクサー放送内でやってんだから。なんかあれでガチで切れてるやつとか、ガチでいじけてるやつとかいるらしいし、もう最近もう U5 とかひどいらしいよ、ディスリが。俺がああいうシャレでやってんのにディスリすごいらしいよ。もうあんなの、もうあんなのは洗脳されてるとか、頭おかしいよなあいつ、マジやべえなあいつ。テレリン。でもあのアンケートに入った人はちょっと来場者増えたらしいから、まあ、ちょっと公言してるからいいよな。なるほどね。いやこの曲調が
よし行くぞ。と行こう。殴る。なるほど。よし行くぞ。よし行くぞ。はい次。こういうの見て修行。よし次は、次はもうちょっとリアルタイムチャットちょっと行くわ。なんだよこれ。減量もの、なんだこれ。超運とか渋いな。超、なんか渋。な、お、なんだこれ。超運支流。加工トン渋い。なんだこれ。よし行こう、感染感染。よし、追ってこ追ってこ。はい来た。これ普通にみんなで見ようぜ。これみんなで見よう。この曲超いいよ。はい、よし。はい、まず定石占いが出る。これ本物の占いが出ないってパターンあんの？これ生きて2人ぐらい占い出て感染感染感染。はいはいはい、ロディアンナ、早い早い。このレビューは転覆したら疑われる。あ、ロディアンナ、ロディアンナ、有村架純 CEO、 アンナ、アンナ、ジェシー、ジェシー白だし、ロディはローロディだ、ロディロディロディ。ワンちゃんアプリ閉じて放置するやんもいる。サンドラ例のウィアグアグ、ジェシーサンドラってことは、これロディもで、これ同じやつを白だし、これ後から追随するやつ怪しいよな。もうこの時点で俺はロディ疑っちゃう。貫通サンドラ進行、はい進行よろしく。はいオッケー。グレーグレー、はいグレーグレー貫通、カリウド貫通。ロディじゃなくて、ええロディじゃないよ、待てふざけんな。サンドラだろ、赤だしだからって疑っちゃダメだけど、クエリに出るのはいい。ジェシカじゃねえか、おい。おい、ジェシカじゃねえか。名前、え？は？ジェシカ占い、アンナ占い。で、ジェシカどういった？ジェシカ。お姉ちゃんってなんだよ。お姉ちゃんってなんだ、おい。こういうのわかんねえんだよ。お姉ちゃんしろってなんだよ。お姉ちゃんってなんだろう、お姉ちゃんって。ここで専門用語。そんなは知らねえよ。そんな知らねえよ。そんなんどこでわかんだよ。もうこういうので俺はつまずくんだ、俺。俺 A 型だから。こういうのだと言わねえんだよ。今覚えた、分かった。お姉ちゃんしろ、分かった。おサンドラ、もうジェシカとアンナどっちが怪しいか、もうどっちかが人狼左右なんだよ。ただ難しいのが、狂人が嘘ついてんのか人狼が嘘ついてるかでパターンが違うんだよ。なるほどね。エリックの比喩元同僚なの。あ、そう、設定細かいな。
まあ、要するにこれかまいたちの夜みたいなもんでしょ。かまいたちの夜でちょっと犯人探しみたいなもんでしょ。でモブ G があのバラバラしたいでしょ。かまいたちの夜とかまたやりてえな、面白かったよな。なんかネタバレしてない、ああいうゲームやりてえな。ロディ把握、ロディ。これ、これロディ殺される。サンドラお姉、ジェシカ妹、オーケー、把握。で、これロディ殺される。で、ロディ殺される前に村のためなら、市民やわ。で、ロディ殺される。ロディ、なんとか言え、ロディ。リリアン。リリアンパンチあるな。これ、遺言な、遺言。時に釣られることもしょうがない。渋いな。渋いな。中二病ミュージシャンか。時に誰かを遺言、遺言いけ、遺言。これ20秒で遺言な。遺言聞いとく。サンドラが勝つことを祈っている。ねえ。サンドラが勝つことを祈っているということは、遺言大事だよな。イケメンすぎだよ。情報少ないけど、ここで俺をかばったリリアンは少し村目。要するにリリアンをちょっと、なるほどね。初日に釣られるのに村の味方するのもどうかと思うよな。社長素直すぎますよ、人狼向いてないかも。あれ、これは放送用だよ。まず俺キャラが分かってねえよ。なんでバンなの。この曲テンション上がるな。いや俺ちょっとこの好きな昔のスクエニ曲流せんだったら、なんかゲームなんでもいいかも。ロディがな、ここではロディが殺される。え、このプロの皆さんこれ全部読めてんの、全部追いついてんのこれ。ロディが殺される、これ何秒入る？読めてる。ロディ何秒入んのよこれ。で人狼が噛む。俺が連絡ならビンビンで返す。ロディ5票。これ投票しなかった人がいるってこと？5票って何これ？投票しない人がいるの？これ投票って棄権できるんだ。これ3人投票してねえよな。3人投票してないよな。投票しねえとかでいいんだ。あのアルティメット人狼っちゅうのはもうあれだもんな、あのバラを渡すやつだよな。じゃこれないよな。占いも手動で占いはないとダメだから、占い忘れるから注意な。でもうちのもある。あ、なるほどね。ジェシカ殺されちゃったよ。ジェシカ守れや。ジェシカ本物占い確定じゃねえの。あんな信用ないやないかい。
霊能守ったんだろうね。通り通り。霊能守りか。結構人狼勝負したね。狼勝負していったんだね。これも狼有利じゃん。狂人誤爆。これ神っていうのは白ってことでしょ。村人ってことでしょ。神っていうのは縄ってない。縄ってちょっとチャット見る余裕出てきた。いや、これ元の宝ってのことかどうかわからないよ。まあそうだな。一番本物っていい？わら。本物の占い師ことね。さあ、釣り縄ね、お縄ね。大工でから占いのことは相当確定できないよ。メニューにありますよ、釣り縄ってことですよ。釣れる回数1000人村だと4回、釣れる数4縄とか4釣りとかよ。なるほどね。4回釣れる5日目の夜ってことね。これロラはローラでしょ。え、メリルって何？メリルってメリル、この人ね。メリル行こうや。突然死って何？突然死って突然死って何？長男役職長全員釣り切ること。あ、落ちちゃうのね。あ、要するにやめちゃうのね。マナー違反でやめちゃうのね。突然死っていうのはやめちゃう人ね。回線切りね。発電ないと怒る。一定時間発電してないと突然読んだよ。回線切れちゃったりするよ。ちょ、極快よ極快よ。時短すればどこ4回行くかの。延長。今俺これ一番もうずっとここ1年一番気に入ってるこの佐賀の曲、この後超かっけえ。曲がこう流れると壮大に見えんな。だからメリルがこれだから市民だったら困っちゃうってことでしょ。ジェシカだ。これアンナを真の占いと見て、アンナ占いよ。狼でも人狼サイドめっちゃ困るけどな。わら。回避しないと最悪市民が3人消える。リリアンが狩人だと明かした。アンナ守る。カリウド。だこんなんリリアンまず噛まれるじゃん。まあ、こんなんカリウドカミングアウトしたらまず噛まれるよな。噛まねえ理由がねえよな。で、そこは裏をついて、そこは裏をついて、リリアン・アンナを殺し行きというのもあるよな。ここはちょっと素直に流れに乗らずに、リリアン・アンナ外しはあるよな。バクチを打つ。
ゴールのこの音楽超かっけえな。俺こういう音楽をさ後ろにコロシアムやりたいんだよな。ぶっちゃけフィギュゴロがやんなくなったのってぶっちゃけあの曲が流せなくなったからね。ぶっちゃけここだからいいけど、実況が乗らなくなったんだよ。気を出てない、ちょっとやりたい。まあでもこれは俺が狼としてもまあ噛むな。リリアン、まあリリアン噛むよな、噛むな。ただ釣るのが先だもんな。アンナが、アンナは占いね。この状態で無礼かぶとくどって安くなる。この顔が不安にしか見えない。しばらく見てないわけなのに。いやーこのリリアンっちゅうのは多分カリウドなんだろうな。まあ、これ別の展開でいいな。このバニラっつうのは、バニラっつうのは何にも役職ない市民。ノーマル市民ね、3人いる。これ誰を釣るんだよ。バニラグレー。バニラグレー。なんでバニラがグレーなんだよ。処刑は誰？処刑はバニラね。バニラってもう人の名前かよ、ふざけんな。突然死。バニラって人の名前ね。わらわら。人の名前って分かんのか。役職のない市民のことを通称バニラって言うのか。え、そこ？ややこしい。メリルに票が入る。メリル突然死。え、これは何？これはあのそういう設定なの？ゲームの一日何も喋んないと死ぬっていうのはそういう設定にしちゃうの？突然死。デスノートかよ。テレレ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 テテレレ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 。でこれはディリアン噛まれんだろうな。噛まれるよね。これ人狼サイズ有利じゃん。この突然死をネタネタに使うやつもいる。規約で禁止されてるけど。サンドラとアンナ、サンドラとアンナ、メリル黒、メリル黒、サンドラ、これ本物の霊能者が占い結果嘘を言うっていうのはもうルール違反。それリアル狂人ってやつ。これ霊能者が実はメリル知るのに黒って言っちゃうみたいな嵐行為は。あんなよ。何でもリンクだってわかるん。
え、メリル突然死って霊能者見えねえの？ゲイル処刑。あんだけの観光の駐車場上限制じゃないから見て先輩投げる。限界早い。結果語りはある。言うこともあるけど、急に村とか初心者ではしないで。ああ。あ、とにかくメリルさんダメなやつね、これね。いやでもちょっとすごいな、これも文字が流れてんのだけをみんなで観戦するって新しいよな。なんか進まなくなっちゃった。進まなくなっちゃった。あ、決まったの。あ、市民陣営の勝利。いっぱいやってるんだよ。そんなことのために勝たせてるんだったら終わりだろ、笑。これ完全で勝手にギャンブルしないんじゃないの、笑。いや、こういうあの不確定要素が大きいギャンブル面白くねえよ。なるほどね、アンナは占い師だった、霊能者、人狼、ジェシカ人狼、ロディ市民の市民、市民、メリル人狼。いや、人狼突然死とかちょっとなあ。完全だと墓場ちゃんと言えちゃってなかった。だっち、墓場ちゃんとで誰が人狼だとか言われると結構ないと。なるほどね。いや俺これちょっとあれだな。いやこれちょっと俺ちょっとあれだな。完全体の時はネタバレしないのもなんだけどな。ちょっと一戦いくか。一戦聞いたことない、笑。ちょっと一戦いくか。一戦聞いて。マナーだけどマナー守れない奴を見たのな。この推理の簡単よりはもっと超えちゃった人狼のラブミズ勉強されたいよ。エリックで、エリックで。クアラジナーが綺麗な方式により2個目のラインを疑う。うわー、来た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 。ちょ、これマジでやるわ。はや、笑。ちょ、頼む。ちょ、例のや、いや、人狼だよ。人狼来た、人狼来た、人狼。人狼、わら、やったじゃん。人狼来た、人狼。頑張って騙してくれ。いいっすね。来たぞ、人狼。速攻つられそう。これチャットできないんだけど、チャット。おい、チャットできねえ。あ、オッケーオッケー。ちょチャット速攻です。潜在って何？潜在って何？潜在って。アイザス、アイザス、アイザス。ちょ、これどうする？ちょ、これどうする？ちょ、これどうする？これカミングアウト、これどうする？これちょ、どうする？これちょ、どうする？これちょ、どうする？ちょ、どうする？ちょ、どうする？どうする？いやいやいや、どうする？どうする？いやいやいや、いやいや、ちょ、ちょ、メアリー教師だ。メアリー教師だよ。メアリー、
おう、おう、オーケー、オーケー、オーケー、メアリー守るぞ、メアリー守るぞ、ジェシカ、はい、ジェシカ、はい、ゲイルシロ、ジェシカ、ゲイルシロ、メアリー、ビルシロ、メアリー、メアリー、ビルシロ、すまない、せいせいせい、整理、整理あり、整理あり、はい、す、ムラスラでしょ、ビルも、ちょ、レイノだ、レイノ、レイノだ、レイノ、ちょ、レイノだ、レイノ、ちょ、レイノだ、レイノ、カリウド、あんなカリウドとかマジか、ゲイル、ゲイルで、あんなカリウドとかマジか、はいはい、オッケーオッケー、喋、喋らなきゃ、喋らなきゃ、この喋らなきゃ、このサイル喋らなきゃ、あんな、あんな、あ、あん、あんな、オーケーで、これで、これで、オオカミで、なんだよ、メアリー今日ですね、ちょ、ビル、ビルからの、ちょ、待て待て、カモクギミだから危ない、ちょ、待て、あんな、ちょ、待て、この、なんか、いちいちこの、オッケー、あんな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 、寝起き、寝起きで寡黙だから疑われる可能性もある、なん、ちょ、ちょ、このさ、ちょ、待って、このね、ちょ、このね、ちょ、このね、ちょ、このちょ、もうラグーラグーが、ね、寝起きで笑、ね、寝起きで笑、笑、寝起きで笑、寝起きじゃないけど、あ、いいぞ、いいぞ、あ、いいぞ、いいぞ、これぐらいは決まれています、あ、いいぞ、いいぞ、いや、そして最低が出る、今のはレイズ、めたくて、わら、今までは何個のことだな、襲撃、襲撃どうする、ベグ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 だが何、ベグだが何、オーケー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 、ベグってことはどれ、ベグってことは、ベグってことはジェシカ、ジェシカ、
おはよう、おはよう。エマキロ、エマキロって何？アンナシロ。お、オーケー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 。エリックラナって欲しかったな。次、次占いどうぞ。占い。こいつ、こいつ俺のこと売ってきてるぞこいつ。おいジェイ、こいつ俺のこと売ってきてるぞこいつ。ちょっと待って、俺、とにかく歌おう。とにかく歌う。初心者っぽい、やっともグダグダだから仲間からもいらない。ちょ、ほんとちょっと。まあ、俺死ぬのもありだけど、メアリー、だから見た殺したいよな。霊能者を人狼は噛む。だから。ちょ待って、これちょっともう、とにかく。竜か竜どこなのに噛まれなかったことについてお互い向けたりさ、いろいろあるやん、笑。待て。なあ、もうチャットがよ、もうチャットがもう、ビル怪しい。唐突そしてグッジョブ。疑い。遊び終わった。疑い。ビル怪しいは分かるが、メアリーは標準だから。うまくなるピアニカよと、わら単純ですね、わら。ビルで、ビルで。ちょっともう、ちょっともう、こう、なんかチャットが意味ないね。おいいぞ、いいぞ、頑張れ、頑張れ。ジェイ、エリックで確定。おいおい、俺を売るな。エリック、エマ、ビル攻め把握。ビルなら噛まれないの怪しい。 BB やだ。おい、J エリック透けてる。おい、メアリー、お前強人だろ。ほら、メタ発言からのこの流れ、わら。もうこれはビルメアリーに疑い向けて、ですが噛まれへんにするしかない、わら。ふわパワープレイの役ですね。
じゃあちょっとパワープレイ行きたい。パワープレイ、ピーピー帽子、ピーピー帽子、ピーピー帽子。ジェイ行くなよ、ちょ、ジェイ、ちょ、これ誰、これちょっと殺すのは、ちょ待って、これ殺すのは、まあビル殺すわ。人狼がジェシカを噛んだ理由は、ジェイ・エリック・クロ、おい、天、狂人、お前何、どん、なんで、なんで狂人がドンピシャラ出てくるんだよ。ちょ、アーマーって何、アーマーって、アーマーって守る、ジェイ、ジェイ、アーマーって何、アーマーって、何て言って、メアリー釣っちゃうの、狂人なのに。エリックは覚醒だと思うよ。ビルの口車に乗るな、ビル。アーマーや粒子スライド庫の一種、比較的語り寄されにくく、人狼を操る共有者が他の能力を語ること。ちょっとサイキクスオネタ入れていくわ。ちょっとサイキクスオネタちょっと挟んでいくわ。ダークリユニオンの野望だっつって、いけました。狼、狼、狼、ブラザー、犠牲になるぜ。ジェイとエリック絶対来る。ナイスブラバー。え、これまだ勝てる可能性ある。いや、これちょっと、いや、これはもうすぐにもなりだけど白エリクを迷惑にいた自分が信じていて
に広がってくるから無理。ゲイルが電話起こしとけ。 PP ちょ、これ なんで人狼出て、え、これどういうこと、ちょ、どういうこと、ちょ、どう、え、ちょ、ちょ、ちょ、難しすぎん、どういうこと、残念ながら俺は違う。流れ変わった、流れ変わった、流れ変わった。ゲイル強人、ゲイルが霊能者、ゲゲイル一択。人狼が無理だったのが無理だぞ。はい、わらわら。ちょ、これ J 守りてえな。いや、これ J 守りてえな。そうだな。部屋に忍ばれてるんだからもう無理ぞ。ゲイル J 黒決まり。往生際悪すぎんだろ。何とか今から勝手に流れしてる。ちょっと。おいおい、庭に忍ぶ巨人って言い訳ができた。言い訳ができたな、わら。いや、いや、いや、違った。巨人だろ。忘れてくれ。いや、上にたわれてるかも、わら。じゃあ俺行く。エリックだぞ。俺強靭で行く。何強靭で行く。じゃあ俺強靭行く。わらわら。何してんだよ、わら。手かわいく、わらわら。ちょ、待って、え、これもそれは地雷くらいかもしれない、わら。あれ、これ地雷、こんなに避けていく、あの人にやってると通報されますよ。マネーかと、ドラゲーゼアピール、ちょ、マネーかと、エリックは単体で黒いので、ちょ、待って、じゃあ J を守るんだ、とにかく、いいか、 J を守るぞ。これはちょっと俺は J を守る。ちょ、これでミカ、あとはミカさん、なんわらわら、エリクエイナ、わら。延長だと、エリクエイナこと学べてて無理の国だ。じゃあ、そう、じゃあ僕、この人
もりやな。いけねえのにって自分で言ってたろ。ここ人は誰しも苦労を抱え生きている。どういう方ですか、言っとくか。でここでドラゴンボールキャラ減っちゃら。このゲームの何が楽しいの、華やかさがない。いや面白い。ちょっとここ一回ドラゴンボール挟んでいくから、一回な。ごめん、ちょっと瞑想した。お前が8年でイカがますます広になったぞ。やばい。これはまだ早いですね。これは見て勉強するようになって経験積んだ方がいます。運搬組あぜよ。難しいな、おい。ゲーム内からエリックとコンボを合わせてランダム狙いにしろ。ミカ、あとは頼んだ。試合中は防御に煽りはバンバンやってけ。試合終わったら仲良くな。村で会ったら先輩でいいぞ。ブラザーさすが。試合中も暴言のためあんなほどほどで。お最後ミカに粘着していく。ミカに投票しろよ。投票忘れた。ちょ、あとは全力で J を応援する。 J 頼むぞ。全力 J 推し。いやごしょ、これは J に託す。もうエリックは完全にヤバいやつって持って、いやこれはちょっとマナー違反とかしょ分からんけど、まあ俺のこの暴れっぷりによって J は薄ライダー。いや俺の暴れっぷりによって J へのもう J へのヘイトはかなり減った。いや俺狼結構暴れたよ。おらー黒子のミカが白くなったんだが、そこは裏を描いてミカをあえて黒のミカをあえて押すことによって白く見せる裏だよね。頼むぞミカ様、ミカ様、ミカ様、ミカ様。違えた、おはよう。結構頑張ってるよ。いやだからここだよな。ビル狩人じゃねえのかよ。やばい、これはミスった。ここまで長くなることもでは。今カリューだったら使用してほしかった。
エリックが露骨にラインを作り出していたからミカ白目で見るね。これぐらいしか情報がない。オラ来たで、ミカを白に持ってってエマ人狼な、エマ人狼に持ってくのな。ジェイとエリックにラインが見えなかった。オラお迷いが生じてるぞ。おい迷いが生じて、おら来た、ミカエマ、おら来た、迷いが生じてるって。おら見たか、お前ら、お聞いてきたぞ。おら見ろや、お前ら、おいおい、いいぞ、これでエマ釣られたらいけるぞ。これいや、もう少なくても少なくても勝負はできる、勝負できるぞ。え、狂人人狼はありだろ、狂人人狼は正直ありだろ。おい、いけるぞ。私目線はミカは、この J は結構強いから、私目線はミカ釣り下げに、おもろくなってきた、おもろく。おい、いけよ。これ初心者部屋、これはほぼ賭けですが、 J はうまいよな。まあ、俺のちょっと俺のわけわからんプレーをちょっとうまく使ったよな。エマは狩人なの、初心者部屋ここまでってなかなかやな、わら、これかっからみんな、わら、初め、おい、いけよ。俺の瞑想が今聞いて、この味方のジェイをかなり守った。ジェイとミカがエマにいたら勝ちや。行け。ジェイとミカがエマ釣ったら勝ちや。行け、ミカ。惑わされろ。気づけ、ジェイが俺を切ってることに気づけ。J が前半俺をもう、こいつは初心者でダメだと、こいつは早い段階で俺を切った、その布石が効いてくるからな。お J は俺を切ってるから、早い段階で切ってるから、見ろ見ろ見ろ、おマジで、ミカ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 、おエリックをクロスあんな言うかな。これジョージンジンロー、狂人人狼を聞いてきたな。いけ、さっさとエマ釣れ。いや、これ J は ちゃんと J のログ見ろ、 J は俺のこと超食ってるから。リアル教授だな。いや、もう J は俺のこと超食ってるよ、もう初日から食ってるよ。いや、マジマジ、すいません、エリック、エリック占ってほしかったな。もうエリックだいぶ切ってるよ、この人。もうエリックめちゃめちゃ切ってるから。いや、もうライン切ってる、ライン切ってる。じゃ、これを、はいはいはい。な、ビルン、色が剥ぎ通したのエリックか。色落ちた。グレーからの、はい。はい、メアリー目線、J、エリック、エリック。エリック黒、ミカ黒、もう2日目でもう俺黒に変えてるから。いや、これはいけるって。
方が生き残りやすいからな。おい、行けよ行けよ。ちょ、前これどっち勝つと思う？これ50-50だろ。これ50-50だろ。あれ、これエマ持ち上げちゃうの？なんでエマを釣るんじゃねえの？なんでミカに入れちゃうの？エマだろ。なんで J、 私は村。なんでこの人エマ釣らないの？なんでミカと一緒に、ミカと一緒にエマを釣るんじゃねえの？なんでおかしい。なんでお前も狂人かよ、ジェイ。いやー、こいつにもマヌーサが、やばい、俺のマヌーサが暴れたせいでジェイにも伝染しちゃう。おかしいって。あれ、惑いかけてくるね。あれエマと、あれジェイ、スパ入るわ。あれジェイ、ちょ、エマ行け。大丈夫、エマに行く。エマに誰が出る？ジェイは分かってる。ちょ、エマ行け。おーい、お前、おー、ミカが処刑された。勝ったー。まあ、勝ちだよ。やるなぁ、やるなジェイ。これは強っ。ちょっと、これは強いぞ。ジェイ、お前、ジェイが二人に白に見えたからね。そういうゲームだからな。メダカに見えたらいいね。わら、鏡はジェイが元から外れたらいいからね。こういう結果させてもらったな。やばー、おい、もう勝ちはいいんだよ。今狩りいるなら5人時に使用しないとよ。怒られてる。お、来たな。俺の今なんかダメなの？マナー違反。人狼側って結構嘘ついてもいいんじゃねえの？人狼はダメなの？そういう嘘ついちゃ。俺ダメ系なの今の。OK だろ。まあ、これは J が強くて勝ったな。本当だよな。J カミン。ゴンマイシミ。小池の心にも突っ込んでくれた兵が強かったけど、小池がそのきっかけ作ったんだぞ。これは間違いなく出荷。わら。あ、来たな。狂人と人狼で喧嘩するな。わら。いやー、まあ勝ったからいいよ。今面白いから、これがまず知ってたね。もうそこ行くから教えて。わら。いやー、これ OKOKOK だから J。まあでもちょっと俺と J が疑われてたから、俺が犠牲になって、まあ J をな、ちょっと薄めたのはないですよな。
あ、わかったわかった。いや、俺前回に比べてちょっと楽しめるようになってきたよ。エリック謎すぎた。ジェイに全てを託した。メアリー目線ジェイエリック、メアリー目線ジェイエリック囲い位置で。なるほどね。いや、これはない、これないっすな。なかなかおもろいな、なかなか。ちょ、いいねしときたいの、どうやってんのこれ。これどうやっていいねすんの。J いいねしよう。ちょっと、え、これどうやっていいねすんの。ちょっと面白かった。J、J いいね。あ、オッケーオッケー、J いいね、V、V、うん、最初から振り返ろう。あ、嘘、え、振り返れる？ちょ、振り返れる今の。ちょ、今の振り返りたいんだけど。今スカートの中見えたけど平気。まあ今日ちょっと終わりでいいや。とりあえず、いや、とりあえず分かるようになってきた。いや、経験マジ足んない。いや、経験も足んないし、小池陣営勝つか負けるかでギャンブルできる。まあそれはできるな。それはたまたま入った部屋だとできるけど、ちょっと俺がね、なんか王道プレイじゃなくて、ちょっとなんかね、ちょっとなんか、なんだろう、乱戦に持ち込みたいんだよね、俺。また人狼してください。人狼またね。ちょっと俺も乱戦に持ってきたいよりなんだよ。いやいや、とりあえず面白かった。ブラザードもありがとうな。とりあえず、コツコツ修行していくから。いや、そういうんじゃないんだよ、この深読み。いや、今の良かったよ。J という素晴らしい、素晴らしいブラザー狼に会えたな。ということで皆さん、今日はこちらで終わりにさせていただきますので、まあ、なんとか GM の役でね、あの修行できるようにしてきます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。おやすみなさい。まあとりあえずね、まあ政治ショーの茶番だったけど、まああの戦争回避していいね。今日は教科書に出るよ、教科書に出る日。おやすみなさい。失礼します。ありがとうございました。